KO タイム3ラウンド1分50秒。え、いや、違いますよ。照れるな、照れるな。そうか、一歩も男だったんだね。だから、違いますって。あの、え、あ、はい。 E の18番って、この辺りですか？うん、あ、ねえねえ、あの子、本当だ。さっきのはこれか。やっぱりいい匂いだな。体全体も一回りたくましくなってますね。宝テルヒコ。まあ一発でも当たればお慰みだがね。こいつはいいだろ。以前よりスピードも破壊力も数段上だ。たくましくなったのは体つきだけじゃなかったようだな。接近戦やラフファイトを身につけた上にカウンターも鋭くなってやがる。人ごとじゃないぞ。あの姿は宮田君が勝ったのにファンじゃなかったのかな。人が真面目に話してる時に、なんでこの花は！避けちゃいます！八木さん、クーラー買いましょうよ、クーラー。一歩、スパイやるぞ。あ、はい、お願いします。あっちだ。行くぜ。エッチ、あれの試合はなんとかならんのか。ありがとうございました。相手の選手は血だらけ、凄まじい KO だったよ。見るかい、君の次の対戦相手だ。吉田光雄、小星健太。よし、チャンス。あ、ジャブが入ったけど、効いてない。よし、そうだ。またクリンチかよ。本当に勝ったのかよ、こいつ。判定勝ちか。はい、おめでとう。よかったな、次の試合は楽勝だぜ。それはそれですごいことなんじゃ。そうだな。そうそう、時間損したな。おお、なんだ、女をかき分けて入ってきやがった。てめえ一体誰なんだ。速水だと。4回戦のくせにカウンター500万で速いぞ。ミドル級にいらっしゃい、可愛がってあげるよ。すいません。やっぱ許せん。この速水のためにさっきの吉田は高校時代ずっとナンバー2だったんだ。チキシャー、どこまで憎たらしいんだこの野郎は。顔面に叩き込むんだ。なに、ここだ。速水の手から目を離すなよ。で、27発だ。速水はこの素早い連打でインターハイを制した。いや、スピードなら宮田以上だな。
練習に戻ります。血と刺激が強すぎましたかね。しかしまた分厚い壁が立ちはだかったもんじゃ。こんなところにパン屋ができたのか。時間が遅いから売れ残りしかないな。あの、あの時の子だ。僕のことなんか覚えてないよな。全部で450円です。ありがとうございます。はい。どういたしまして。やっぱり覚えてないんだろうな。美味しかったらまた来てくださいね。一方、オーバーワークは逆効果だぞ。ちゃんと休憩挟めよ。おい、なんか妙だぞあいつ。その花はどうしたんすか。ながらみで浮かれてる時なんで。なに、そんな。本当ですってば。見にくいね、男の嫉妬ってのはよ。どうしちゃったんですか青木さん。あまり気にするな。しかし一つ忠告しといてやる。あいつが言う可愛い子ちゃんってやつだ。もしもし、合宿だ。明日から1週間伊豆で合宿だ。ジジイは来れねえが、青木と木村は来る。でもうちの手伝いが。行きます。僕も連れてってください。何やってんだ。イルカちゃんはまだ膨らますなって言ったろうが。オイルはこのぐらいでいいすか。十分だろ。着いたぞこの野郎。海なんざ久しぶりもいいとこだぜ。本当っすね。合宿の機材全部僕だけに運ばせて。何をたわけたこと言ってる。もう少し頑張れよ。あそこまでの辛抱だ。見ろ、日頃鍛えたこの肉体美。これで浜辺の話題を独り占めよ。重いと思ったらこんなのばっかり。一体何しに来たんですか。この炎天下で猛練習して日射病にでもなってみろ。せっかくの合宿がパーだ。はあ、よし、そうと決まったらお前も早く海パン開け。俺たちは外で待ってるからよ。はーい。待てよ。どうしたんですか。海パンってまさかビキニじゃねえだろうな。いい眺めだぜ。ところでどれがいいと思う。右のワンピースですね。僕は真ん中の子が。おー、一番エグいの選びやがって。俺は生かすぜ。てめえ、そのずれた趣味なんとかしやがれ。本腰入れて女調達しに行くかい。ウィーズ。てめえは骨盤だ。まったく、勝手なんだから。もうこうしてる間にも僕より強い人がもっともっと強くなってるんだ。寝言こいとらんでてめえも用意してこい。練習開始だ。早い。こんなに走りにくいのに。ほら一歩、しっかりついてこんかい。はい。みんな昼間結構遊び回ってたのに、まだこんなエネルギーが残ってるのか。あっ、高村さん、あれ。まったく、もうどこまで本気なんだあの人たちは。ほれ、頑張れ一歩。合宿所までもう一息だ。よっしゃ、早速始めるか。うっ、まずはシャドウ5ラウンド。え、5ラウンド。おう、5セット。よっしゃ。やっと寝れる。そんなやつはこうしてくれるって。おい、でも出れないよ。おりゃ。なに、俺はこのボールを左右に投げるから
ノーバウンドでキャッチすればいいだけのことさ。はあ。よし、じゃあ行くぜ。ほらほら、追い切れてねえぞ。はい。どうだ、結構答えるだろう。これはかなり。どうだ、気に入ったか。はい、ぜひ続けてください。よし、朝練終わり、海に行くぞ。ウィー、足がパンパンだ。つま先で蹴る蹴る。青木、木村、先輩の底力見せるぞ。高村さん、青木もついてこれません。何？これで合宿のメニュー全部終わりだぜ。こんなみみっちいのは性に合わん。でけえ。こいつは一歩花火と名付けよう。一歩花火はでけえだけじゃ役立たずだぜ。もう恥ずかしいから名前呼ばないでくださいよ。高村さん、こっちは大丈夫みたいっすね。おお。高村さん、東京に帰ったら休む暇なくタイトルマッチですね。勝てば日本チャンピオンか、すごいな。日本タイトル、おお、8回戦まで来たんだ、夢じゃねえぜ。待ってろよ、チャンピオンベルト。何？